くそ、ついてない。こいつは、一匹狼のゾルフ、死んでる。厨房のジャックも、昨日まではそのド派手な擬態を見せびらかしていたのに、今じゃ、全部がガラクタになってる。レベッカ、これだけしか残ってないなんて。死んでる。みんな死んだのか。ライトチューブが、俺を除いて全員。早くここから脱出しないと。一体誰だ？龍河組の連中か？いや、こんな大胆な真似はしないはずだ。まさか退去？ありえない。あんな恐ろしい奴らに手を出した覚えはない。やったのが誰であろうと。あいつらは必ず俺を探しに来る。アナ、出てくれ。アナ、頼むから、早く出てくれ。くそ、頭がまた痛くなってきた。もしもし？アナ。あなたなの？このバカ。アナ。また喧嘩をしに行ったの？私がどんなに心配をしていたか分かってる？本当に怖かったのよ。もしあなたに何かがあったら。安心してくれ。ほら、この通り無事じゃないか。あなたはいつもそう。全然わかってないわ。俺は、すまない。後でお前のところに行く。その時に大丈夫だってわかるはずだ。嘘じゃない。あなた、早く来て。じゃなければもう永遠に来ないで。どうやら連絡は終わったようですね。誰だ？安心してください。あなたに敵意はありません。はじめまして、異種生根00135。私のことはプロメテウスと呼んでください。俺はそんなおかしな名前じゃない。ガキ風情がちょっかいを出してくるな。今のあなたはその名前がどれだけ正確なのかを理解していないようですね。いいでしょう。今はあなたが自分でつけた名前で呼びますね。チン。知ってて来たのか。ライトチューブに喧嘩を売った以上。待て、どうして俺の名前を知ってる？あなたの座標はこの研究所内のネットワークから購買履歴などの情報を入手することですぐに特定できました。ネットワーク、なるほど。去年かなり話題になってたハッカーだな。正体はちびっこだって噂があったが、こんなガキだとは。で、何の用だ？言っておくが、
ハッカー。おそらく勘違いしています。私はこの世界の泡の存在ではありません。ここに入り込んだのもつい先ほどのことです。私たちが訪ねてきた目的はただ一つ、あなたに真相を知らせること。真相？何の真相だ？あなたは。ああ、わかった。お前も脳にチップをぶち込みすぎたんだな。神を崇拝させようと、あれこれ布教しているやからだろう。お断りだ。付き合ってる暇はない。くそ、今日は本当についてないな。どけ、俺は急いでるんだ。待ってください。知るか！イカレ野郎がどうして武装機構を連れてきている？諦めてください。あなたに逃げ場などありません。私もできれば危害を加えるような真似はしたくありません。あなたの暴言を許し続けたのもそのためです。本当に話すだけなんだな。もちろんです。初対面の時から今に至るまであなたを確実に仕留められるチャンスは243回ほどありましたが、私はそうしていませんでしたよね。わかった。話しても構わない。でもその前にはっきりさせておきたいことがある。私たちがライトチューブを襲ったのかどうかが知りたいんですよね。だが、俺の仲間たちを殺した犯人を知ってるんだな。はい。一体誰が？あなたはすでに答えを得ました。たとえそれが望まない答えだとしてもです。待ってくれ。つまり俺が仲間を殺しただと？はい。頭が痛いのですか？お前には関係ない。やっぱりお前は役付けのイカレ野郎なんだろう。話があるならさっさと喋れ。その後は邪魔しに来るな。私の話は信じられないと。残念です。何しろこれから説明することはこの惨劇と深く関わっていますから、何かを説明するときにはまず絶対的な前提が必要です。そのためにもあなたの認識と現実にズレが生じていることをあなたに知ってもらわなければなりません。シン、あなたは本当の人間ではありません。その正体は成婚計画が漁師の海に生じさせたさざ波、その力によって誕生した新たな生命、一種成婚です。デタラメを。お前は何を言っている？
00135。短い期間ではありますが、私たちは以前あなたを観察したことがあります。この世界の泡で誕生したのは数ヶ月前のことなのに、あなたはここで生まれ育ったと思い込んでいるようですね。誕生以前の記憶喪失を補えるよう、星君は自動的に出身、経歴、そして人間関係を作り上げました。それは以前の異種性婚関連のケースでも存在したことですが、あなたには及びません。あなたはその全てを構想してみせました。その上、大半は理にかなっています。あなた自身でさえも、そんなあり方だったと思い込んでしまうくらいに。黙れ。編纂には限界があります。物語である以上は必ず破綻するのです。私の話を信じたくないのなら、自分がどうやってライトチューブの人々と知り合い仲間になったのかを思い出してみてください。俺はもちろん覚えている。そんな漠然とした回想ではなく、具体的な人物や細かいことを思い出してみてください。時間的には数ヶ月前か数年前の方がいいでしょう。つまりあなたが実際に誕生した時間よりもはるかに昔のことを。お前、俺は、あいつらは。なんだと、留学組の連中がまた俺たちライトチューブの落書きを掃除しやがったのか。そうなんすよ兄貴、そこが留学組の縄張りである以上、あいつらの芸術しか許さないって言い張りやがる。猿みたいに自分の擬態をもてあそんでいる輩が芸術だと。そうっす。それに一匹狼の兄貴のことも単独行動しない腰抜け狼と言いやがって。なんだと、あの野郎だな。行くぞ、あいつらを叩きのめしてやる。お前は案内役だ。え、俺が。ああ、なんだ小僧。なんでもない。はっ、なんでもない兄貴。ゾルフの野郎か。また自分の顔を立てるために仲間を巻き込みやがって。まあ分からなくもないが、誰もが俺みたいに頑丈な武装擬態を使えるわけじゃねえからな。喧嘩も縄張り争いも全然怖くねえ。なあ、その通りだろ。兄貴の言う通りっす。新入りかどうかなんて知ったこっちゃないわ。私、ライトチューブの中ではあなたが一番のお気に入りなの。やめてくれレベッカ、俺には彼女がいる。ねえ、もう行っちゃうの？ちっ、また逃げられたわ。あら、あなたは誰？ライトチューブで盗み聞きなんていい趣味をしてるわね。へえ、よく見たら割といい顔してるじゃない。やめてくれレベッカ、俺には彼女がいる。はあ、頭でもおかしいの？さっさと出て行きなさい。違う、そんなんじゃない。俺の記憶、俺は、俺は、俺は。
やっと思い出しましたか。あなたはもともとライトチューブのメンバーではありません。死んだ人たちも少し前までは何の関わりもなかったのです。たまたまあなたと出会い、たまたま自分の知り合いや友人であるかのように編纂されたに過ぎません。そして、彼らは聖魂の力をコントロールできなくなったあなたに殺されました。00135号、理性をなくした時の凶暴化係数は観察記録の中でも最高レベルに達しています。どうやらあなたの出番のようですね。確かにそうみたい。プロメテウス、ご苦労様。00135号、なるほど、確かに発狂している獣ね。ここからは私に任せて。優しく慰めてあげるから。過去を、プレゼン無限法よ。終わりが来る。不朽なる名声よ。これが、歴史の海の雫。はっ、はっ、やっ、概念の映像。伝説の中で再び目覚めなさい。あらゆる概念よ、幻で示しなさい。ふっ、いや、はっ、ドリームキャッチ、生死を断絶する。輪廻転転、無始無終、壊れたりしない。知っていますか？あなたはこの女、食材者であるウサギのおかげで命拾いしたのです。あら、かわいいプロメテウスってば、また意地悪を言うのね。その名前についてはもう口にしないって約束したのに。今後はミステルって呼んで。わかった？でも、こんなにも早く人型に戻れたのは、全部私のおかげってわけではないみたい。ということは、つまり彼は自分が人間であるという妄想に執着しているのですね。妄想なんて言い方、00135号にとっては残酷でしょ？私だったら、それを信念と呼ぶわね。事実と相反する信念。それが確固たるものであればあるほど、実現の可能性は乏しくなります。あなたにも似たような経験があるはずですよね。もちろん。でも、厳しい固有世界と違って、この漁師の海なら、そんな馬鹿げた信念を実現できるかもしれないわ。そうですね。何事も可能性はゼロではないとも言いますし、例えば
氷でコーヒーを沸かすことすら無理だとは言い切れません。はぁ、なんだか最近ますます当たりがきつくなってるわね。まあそれについては一旦置いておいて、本題に戻るとしましょう。異種聖魂00135失礼、陳さんだったわね。今なら彼女の言っていることが全部事実だと理解できるかしら。俺の記憶は全てをつなぎ合わせたフェイク。その上あんな化け物に俺が化け物だと認めさせたいんだろう。それなら目的達成だ。よかったな。化け物ではありません。異種聖魂です。あなたは。どっちにしろ同じだろうが、どうせ俺は人間じゃない。存在自体が茶番でしかないんだ。いや、まだだ。俺はまだ諦めるわけにはいかない。現実を受け入れようとしないのは得策ではありません。まあまあプロメテウス、何をしようと一旦見守ってあげましょう。アナ、出てくれ。アナ頼むから早く出てくれ。アナ、こちらは電球通信ネットワークサービスです。ただいまアクセス中の IP アドレスは現在利用されておりません。アドレスを再確認、もしくは DNS 情報を更新してから再度お試しください。ジン どうやら俺は大した想像力を持ってたようだな。まあお前たちにわかるか、アナはどんなところも俺好みだったんだ。まるで自分のために存在しているような完璧な彼女ができるなんて、どこから幸運が転がり込んできたんだって時々疑ってたんだ。それもそうだよな。何しろもともと俺が想像していた存在だったんだからな。本当に笑える。本当に笑えるよな。どうやら現実を受け入れるための最初の一歩を踏み出せたみたいね。現実を受け入れる、もうどうでもいい。煮るなり焼くなり好きにしろ。異種聖魂が生まれたのはある意味で私の責任だから、あなたたちに対する処分も私が自ら決めて行動するべきよね。また聖魂か。お前たちは一体誰なんだ。私は人類が望んだ理想的な人工知能、それが実体を持ったとでも思ってください。人工知能なら、その擬態は。人類がどんなに自分を改造しようと手足を入れ替える容易さにおいては私に及びません。ちなみに私はあなたたち、つまり異種聖魂と同じ存在だと思って構わないわ。お前と俺が同じ？だからお前たちはどっちも人間じゃないんだな。人間じゃないのに責任やら自分のやらかしたことの後始末とやらを考えるのか。そのことについては自分でも不思議に思ってるわ。自分はそういうものに対して
もっと無関心だって考えてたから。私としてはあなたは無関心すぎだと思いますが。あら、また厳しく指摘されちゃったわね。自分が人間ではないことを知っているのに、望みを抱いて生きていけるのか。正直に言うと、その問いの真意を把握できません。何しろ私から見れば、人類でも無駄に日々を費やして生きていることがあります。人ならざる者が華々しく生を充実させていることもあります。結局のところ、人間性という表尺においては血筋など最も語るに足らないものです。その通りよ。こんな言葉もあるじゃない。獣が人間として生活すれば、それは人間となる。人間が獣として生活すれば、それは獣に過ぎない。この世に生まれ、自分の意志を持った以上、人間かどうかなんて関係ないわ。誰もが、しっかりと生きていくことの方が大事なのよ。お前は、処分するって言ったよな。あなたを処分するのは、今から言うことを理解してほしいからなの。人として生きることに、誰かの許可なんて必要ないわ。本当に必要なのは、現実を見定めて、責任を負うこと。だから、この儀式に協力してくれるわよね。これは。あなたが向かうのは、シャニアテの名の本質よ。虚構と真実の境が存在しない空間。私によって芽を出した種。不完全なるものよ。安心しなさい。そこは私たちの存在が許された楽園。そこで、世界にまつわる全てを知ったとき、生きることの答えを、一緒に見つけに行きましょう。異種生根00135、記録完了です。そうね。さてと、そろそろ旅を再開しましょう。